激ムズじゃない？大ピンチだわ。お大ピンチ大ピンチ。本タメ。はい、皆さんこんにちは。それでは本タメ始めていきましょう。たくみです。かりんです。さあ、はい、今回の企画教えてください。はい。今日はですね、イエスノーゲーム漫画のキャラクターを当てろあれです、ね。タイトルから分かんないやつですね。ねー。うん、覚えてますかね、爆弾探しゲームやりましたね。はい、やりました、ね、はい、した、あの時楽しかった、はい、共闘でしたよね。共闘しましたね、珍しくね。そう、うん、珍しく今日も共闘していただきます。おお、はい、あそこで使った友情パワーをここで。いいですね、友情パワー。いや結構深まったか、あれは。ね、本当に。そうですね、最近チームワークいいですよ、結構チームワークいいね、うん。じゃあルール説明します。はい、そこにフリップがね、うん、裏返しにして置いてますけど、はい、実はそこには漫画のキャラクターの名前が伏せられています。はい、そのキャラクターの名前を僕に質問することで当ててください。ただ、はい、質問できる回数は10回まで。おお、なるほど、はい。さらに僕はイエスかノーかでしか答えません。なるほど、はい。まあ、場合によっては、どちらとも言えない、まあ、どちらも含まれるといった返事もあります。はい、わ、はいはい、かりました。ただですね、僕が分かりませんと答えた場合は、うんうんうん、質問数のその10回には含まれません。なるほど、はい。なんか質問ございますか？いや、ないですね。聞いたら分かりやすかったですね。アキネーターみたいなことでしょ。そうです ね、 ね、やるのはそれやればいいんでしょ、我々が、うん、最後は1人ずつじゃなくて2人で出します。あ、分かりました、はい、あれじゃねみたいな話をしていいですね。そう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 、なるほど。10回しかないんで。2人で10個ですもんね。そうです、はい。最後にどうしても意見分かれたら名字と名前で分けてくっつけて出すか。キメラみたいにして、どっちか合ってるでしょ。江戸川はじめとか。作戦がね、大事そう。そう、大事そう。十個の質問の作戦が。難しいな。はい。じゃあ早速、はい、始めますね。イエスノーゲーム漫画のキャラクターを当てろ。スタート。ハンタメ。いや、それね、最初やっぱなんかその正解がありそうだな、結構。でも最初はやっぱだからその男か女かみたいなところから。まあこれは大事だね。大事です。アキネーターもそうですもん。確かに最初は参考しないね、あれは。そうあの絞り方がプロだ。そう質問がまとまったらピンポンしてください。これ性別が分かりませんとか言われたら大ヒントだからね、これ。確かにね、一番嬉しいね、それが。もう分かりやすい、うん、じゃあいきますよ。はい、男性ですか？イエス。おお。おお。何も絞れてないですけどね。おって言ったけど。まあやっぱでも年齢ありだと思うな。やっぱりでもどこにその境を入れるかっていうのはやっぱ漫画のキャラクター若いから基本的には高校生以下かどうかかな、質問的には。高校生以下って高校生入ります？入る。え、でも入っちゃうとさ、まあでもうーん、じゃあ中学にしとく。しときます。すごいね。いや、わかんないな、これ。中学生以下ですか？ No。 あら、高校生以上です、ね、あらあらあ ら、 ら、ちなみにごめんなさい、僕聞きますけど、はい、そういう概念がないあの話でも、もう年齢でそれは区切ってもいいですか？あ、わかりました。はい、うん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 、はい。だから学校とかないかもしれないからね。ないかもしれないけど、うん、ただまあ年齢的には高校生以上でしょうという見解だと思って、まあまあ、なるほど、はい、あ、うん、主人公がどうかみたいな。なるほどね、はいはいはい。なんかこのゲームでやっぱり一番かっこいいのって、うん、1個の質問で実質 2,3 個聞けるようなケースが一番かっこいい。その年齢で聞くより学校で聞くと、今みたいななんかその学校の存在があるかどうかみたいなここまで引き出せるかもしれないから。確かに。そう、あ、すごいのひらめちゃった。ひらめ、はい、え、ちょっと、あ、わかんない、言ってみていいですか？いいよ。わかり。その人は作品のタイトルになってますか？名前が。これ言えちゃったらすごい強いわ。 No。 あ、惜しい。いや、いい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 い。なんだろう、漫画の種類を絞っていこうかな。あ、じゃあ少年漫画とか。まあ、少年漫画っぽさは今すごいから、うん、え、じゃあなんかバトル漫画とか。そう、格闘漫画かどうか聞きたいな。あ、ジャンルは結構僕の主観も入りますんで。あ、はい、そうです。あ、まあ、全然それは仕方ないですね、うんうん、はい、どうぞ。格闘漫画ですか？悩んでますね。格闘するシーンもあるってことじゃないですか？そういう感じかもしれない。イエスも全くノーではないの。そうそうそう、どちらとも言える。うわ、どちらとも言える。こういうのがでも一番いいですからね。なるほどね、うん、だからゴリゴリに戦ってるやつも省いていいってことだ。そうだね、うん、え、あれじゃないですか、だからその後さ、戦ってる種類にもよるじゃないですか。武器的なものなのか、なるほどね、こっちじゃないのかもしれない。そうそう、なんかこう呪文言う的なやつなのか、スポーツ的なものなのか、うんうんうん、何をもってして戦うというのか。なるほど、ね、うん、はいはい、をどういう風に絞るか。武器のあるなしにしときます。でも武器じゃないのかな。すげえガチモードになって。ジャンプ
かどうかとか聞きます。行こう、それで行こうね。ジャンプ行ってきます。ジャンプ行きます。どうぞ。その人が登場する漫画が連載してたのは少年ジャンプですか？Yes。 おい、絞れた絞れた。結構ジャンプでかいね。ジャンプでかいですよ、うん、ジャンプ、高校生、戦ったりもする、戦ったりもする、はいはいはい、男、うん、さあ、あと5つでこのキャラクター当ててください。あ、でもね、うん、いや一瞬ドクターストーンよぎったんだけど。あ、私も今思ったんですよ。で、今までのやつに矛盾してないでしょ。矛盾はしてない。今さ、候補の漫画ちょっと今書いてもらって、うん、だからドクターストーンと呪術廻戦と、あ、鬼滅はもっと年下か。タイトルに漢字が含まれるかどうかはどう、うん、あ、確かにそれは大きいかもしれないですね。ああ、どうぞ。その人物が登場している漫画のタイトルに漢字は含まれますか？ No。 おっと、これはいいんじゃないの。漢字が含まれないでしょ。うん、含まれない。まあ、候補の漫画ちょっと頭の中にドクターストーンしかない。ドクターストーンって今でも、まあ、ブリーチがあれるね、うん、ってか主人公かどうかって聞きましたっけ？聞いてない。この質問で漫画をなんかもうとりあえず決め打ちができるようになりたいな。制限時間つけるから。あ、でも連載中かどうかっていうのは気になるから。ドクターストーンはね、でもまだね、連載は終わったんだよね。そこが入っちゃうのがややこしいんだ。そうだからなんか今微妙なところですよね。聞けない。でも上手い聞き方がある。単行本が完結しているかどうかと。ドクターストーンはまだ単行本が出ていないので。確かにギリ出てないですね。そう、この今撮影実機的には。ああ、キワキワ。どうぞ。その漫画は単行本において完結してますか？ No。 ドクターストーン、ドクターストーンじゃん。マジで一回聞いてみます。でドクターストーンですかよりも、うん、ドクターストーンの中身聞いた方がよくない？あ、例えばなんか虫神先駆ですかって聞いて。いや、確かに一回それで聞いても当てたらかっこよくないですか、これ。どうぞ。それは石神千空ですか？ No。 大ピンチです。大ピンチ。大ピンチ。格好つけた、格好つけたな。無駄に単行本関係してないって結構ヒントだと思うけど、ね、結構なヒントだと思うんですよ、うん、いや、ドクターストーンの中の別の人だったら結構しんどいな。しんどいよね、これは多分ね。いや、さすがに違うと思うな。もうドクターストーン外さなきゃいけない時が来ました、うん、でも単行本続いてるから。そう、それこそなんかもうワンピースぐらいのワンピースこともある。ワンピースね、もうめっちゃワンピースっぽいな。でもなんかね、格闘漫画とは言いにくかったかな。だからでも今質問があと残り2回ですね。はい、まあ、ワンピースぐらいだと思うな。ワンピースかな、漢字入ってなくて、ね、でも絞らなきゃいけないから、うん、まあ、でも最後10回質問し終わった後に人物言えばいいって言ってたから。あ、そっか。そう、さっきにカッコつけるじゃない、本当は。そう、さっきはなんかそうファインプレーを乗せちゃった。乗せちゃっただとしたらやっぱワンピースって絞れる何かが欲しい。うん、じゃあ、うん、麦わらの海賊団ですかって。確かにそれはありますどうぞ。麦わらの海賊団の仲間ですか？ No。 大ピンチだ。お、大ピンチ、大ピンチ。おい、どうしよう。これはもうね、ワンピースじゃないと思っていいかもしれないね。いや、わかんない、シャンクスとかの場合ありません。でももうシャンクスだったらね、もうね、いけないわ。あと1回でちょっとですね。だから今連載してると思ったらいいと思う、基本的には、うん、ハンター、ハンターとか5何それ。絶対違うね。違う、高校生じゃなかったわ。ラスト1問。やば、全然分からんな。待って、本当になんか出てないだけな気がするんだよな、その漫画が、漫画自体がこの会話の中に。調べたいぐらい今。ちょっとジャンプジャンプだけ調べたいもん。ダメですよ、ダメですよ。じゃあすいません、ここでヒント2つ。2つのヒントくれるって、はい、主人公ではありません。2つ目、この撮影が始まってからお二人の口から出てる漫画のタイトル。はい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 、はい、よかった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 。いや、ドクターストーンで千空以外ってめっちゃむずいの。え、そしたらあとじゃあやっぱワンピじゃないですか。ワンピースになるね。ワンピースですね。ワンピースだと、やっぱり、ね、シャンクスかな。だからワンピースで麦わら海賊団じゃない中で、うん、すごく、ポピュラーな人。シャンクス、エース、うん、バギー、黒ひげあたりまでかな、うん、それを何かしらで絞る方法があればいいんですけど、うん、文字数とかでいいかもしれない。あー、なるほど。名前の通称の文字数、フルネームとかじゃなくて一番使われている名前の文字数。例えばシャンクスとか黒ひげ、バギー、シアンクスみたいな5文字以上かなんかで分けて、イエスだったらシャンクスにして、それ以外だったらもう当てずっぽうでいきます。
じゃあそうしましょう。最後の質問どうぞ。その人物の通称の文字数は5文字以上ですか？ NO。 誰にしようかな。こちらに名前を書いてください。こうかな。はい、じゃあこの伏せているキャラクター名前を教えてください。はい、ワンピースのエース。エースです。はい、それでは伏せている名前をオープン。バン。あーってる、あーってる、あーってる。すごい、いけるのこれ。うわ、嬉しい。たどり着くんだね。たどり着きましたね。絞り方が分かりました。ああいうことですね。結構ね、分かってきた。え、じゃあ次も主人公じゃなくていいですか？全然そんなヒントくれるんだから、ね、どうぞどうぞ。本ため。先ほど正解おめでとうございます。ありがとうございます。では、最後2問目で最後ゲームになります。ゲスノーゲーム、うん、今伏せてある漫画のキャラクターを当てろ。スタート。もうジャンプですからいいか。2本連続でジャンプやるかって話ですよ。まあ、じゃあ1個外して3でとかです。確かに少年漫画ですか。イエスの一つ広すぎ。それよりもなんか一個雑誌特定したらかっこいい。ああ、そっか。サンデーにしときます。いったやってみようか。じゃあ、うん、質問1つ目どうぞ。はい、そのキャラクターが登場する作品がやってるのはサンデーですか？ NO。 コナン君じゃないってことは分かりますよ。そうだね。まあでもさっきのあれ使ったらいいじゃん。やっぱ漢字入ってるかどうか便利やったな。あー、作品名に、うん、確かにね。その人物が出てる漫画のタイトルに漢字は含まれますか？イエス。おお、なるほどね。いや、漢字が含まれそう。含まれてるらしいよ。じゃあブリーチでもない、うん、ドクターストーンでもない。ない。それこそ呪術廻戦はある。ある。と鬼滅の刃もある。ある。年齢、年齢かな。同じやつかな。じゃあさっきと同じように、うん、どうぞ。その人物は年齢でいうと中学生以下ですか？イエス。おお、なるほど、なるほど。まあ、呪術廻戦外れました ね。 ね、じゃあね。じゃあ天使の王子様とかあるんですよ。そうか、普通に、うん、あれは中学生の話。そう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 。はい、7つ意外とありますね。はい、まあ、連載中かどうかかな、とりあえず。そうですね。どうぞ。その登場人物が登場する漫画は現在連載中ですか？ NO。 あ、終わってますね。終わってますね。ジャンプなんかな、マジで。でもこれなんかジャンプ縛りの気もしますね。いっちゃう、ジャンプ使っちゃう。5個目、はい、どうぞ。その人物が出てる漫画は週刊少年ジャンプで連載されていましたか？ NO。 逆に絞れますよ。逆に安心。そのいろいろ無駄なこと考えなくて済んだ、うん、セーラームーンとかあれ中学生ですよ。あ、そうか、漢字含まれてるのか、うん、そう、美少女戦士か。そうか、まあ、セーラームーン候補に入ってきたら、うん、男女もありな気がしてくるな。男性ですかって聞いてます。うん。その登場人物は男性ですか？ NO。 わ、まあ、女性と考え、いっぱいいるな。女性と考えましょうか。はい、だから少年誌が外れてきた可能性はある、うん、ですね。今のところセラムあり得てきますよ。そうするともうあとは何でどう絞っていくかなんですよね。でもね、中学生の質問に対してね、多分ラグ、うん、ちょっとラグあった気がするんだよね。あ、だからもしかしたら高校生かもなぐらいな感じの。セーラームーンってすごいキワい感じする。あ、確かにね。いや、じゃあもうセーラームーンだと仮定して、うん、さらに絞ってた方が早いですよね。そうだね。セーラームーンの中で回答としてありえそうな4人ぐらいの名前を言って、この中に含まれますかにすることによって。あ、なるほどね。そうそうそう。それでセーラームーンかどうかがほぼ確定。イエスだったらこの4人から絞ればいいだけだから、やってみてもいいかも。ちょっとセーラームーンで答えになりそうな4人ぐらいにいける。でもそしたらだってセーラームーンとマーズ、ジュピター、マーキュリー、ヴィーナスじゃないですか。行ってみよう。その中に含まれますかの話を。どうぞ。その登場人物はセーラームーン、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラーヴィーナス、セーラーマーキュリーの中にいますか？ NO。 やば。やば。やば。セーラームーンじゃなかったってことになるのかな。まあないか、あるとしたらチビウサとか。ひらがな聞き悪いな気がする。漢字と普通はセットだから。あ、確かに、うん、その登場
登人物が登場する作品のタイトルにひらがなは含まれてますか？ Yes、うん、セーラームーンなくなった。なくなりましたよ。でか、危ねえ。でもこれ囚われなくてよかった。あーよかったよかったよかった。じゃあ漢字ひらがなみたいなちゃんとした言葉みたいになってるやつだ、うん、はい。じゃあ質問1個目からいきますよ。あ、確認確認ね、はい。作品の連載はサンデーですか？ノーですね。タイトルに漢字が入っていますか？イエス。イエスですね。中学生以下ですか？イエス。はい、イエスですね。作品は連載中？ノー。ノーですね。終わってます。はい、連載は少年ジャンプ？はい。ノー。ノーですね。男性ですか？ノー。ノー。セーラームーン、マーズ、ジュピター、ヴィーナス、マーキュリーですか？ノー。ノー。タイトルにひらがなは入っている？イエス。あ、そうですね。あと質問2個ですよね。はい。はい、いやー、待って。少女漫画かどうか絞っときます。少女漫画絞っちゃおうか、もう金やから、うん。その登場人物が登場する漫画は少女漫画ですか？ NO。 よし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 。いいよ。でも分かるよ。いいよ。ってことだって、もうだからマガジンかガンガンかみたいな、そういうことになってくる。でもさすがにね、うん、マガジンかガンガンってマガジンに考えた方がいいかな。ほんとね、マガジンですか？最後に聞きます。やってみようか。そうしよう。出します。では最後の質問どうぞ。その登場人物が登場する作品が連載されていたのはマガジンですか？イエス。マガジンだって。漫画のキャラクター、そこに伏せられているキャラクターの名を教えてください。激ムズじゃない？もし泣きのヒント、我々が今まで言った中の作品になるかどうかというのを知りたいですね。その漫画のキャラクターが出てくる漫画のタイトル、なぜか一度も出ておりません。なぜか。ただのなんか盲点、ただの盲点なんだよ。やばいな、なんだ。本当にでもがっつり扱ったことがあります。何？あれ？進撃の巨人は？ミカサってこと？ミカサって書いてみます。いやでもそうだな。よし、はい、じゃあこれだ。はい、ではそこに伏せてある漫画のキャラクターを教えてください。進撃の巨人のミカサ。それではそこに伏せてる漫画の答えはどうぞ。ドン。わーい、ミカサか。おめでとうございます。なんかもやもやしてる。逆に悔しい。中学生以下って言うとなんかもっとこう幼い、そう、それをイメージしたかもしれない。そうですね。であと連載終了って言った時点で古い漫画だと思ってたことがあった。確かにな。年齢を考えないタイプの作品でしたね。確かに、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本ため今日ね、実は景品があったんですけど、それはちょっとお預けにしましょうか。ちょっとそうですね、ちょっとこれはね、もう一回やりたいね。うん、ちょっとね。これなんか質問も上手くなっていって、うん、こう本当に回答ももっと難しくなっていくみたいな、切磋琢磨できそうな企画ですね。やっていきたいな、やっぱ。そうですね、ちょっとこのゲームにおいてやっぱ一番強いのは雑誌を絞ること。これはもう、それはそう、確実。本当にそう。だからもう最初の4つを使ってでも雑誌を絞る。じゃあちょっと次回に期待で。はい。じゃあぜひこれは本当手軽にできるんで、はい、ハードカバーの皆さんにやってほしいですね。うん、そうですね。はい。見てください。ということで、この動画が面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメント、やってみたよでもいいし、俺はすぐ分かったでもいいし、もっと勉強しろでもいいけど。なんか卑屈になってんの。暗いな。ちょっと悔しいんで。クイズ企画の最後とは思えないエンディングだよこれ。これからも頑張ります。はい。はい、ということで次回またお会いしましょう。バイバイ。僕このイエスノーゲームを考えるにあたって、はいですね、もう一個ゲームあって、はい、それが2人よかったらそれもやってみようかなと思ったんですけど、はい、まず2人で、うん、例えばあかりんが本のキャラクターをまあ考えて、うん、でたくみさんのまあおでことか頭にそのキャラクターの名前を貼ると。なるほど、はい、でたくみさんは私は男ですか、結構聞いてくる、お互いに聞くやつね。自分を知ってくっていうゲーム、自分のおでこに書かれたものを当てるというね。あ、それいいな。あ、確かに楽しそう。それは2人で勝負できるんで、はい、あ、確かに、はい、やりたい。確かに。
やりたい。でも漫画の方がやりやすそうですね。小説ちょっとね。そうですね。小説難しい。ちょっとね、しんどいな。難しい難しい。漫画で。漫画でやりましょう。はい、はい、じゃあこの動画が良かったら、はい、それやってみましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。